竹島地域の地図南島、または西島は、島根県沖郡沖野島町に所在する当初、大韓民国との係争地となっている竹島を構成する島の一つ。沖、松島、竹島を描いた七百二十四年の鳥取藩作成の地図日本の国土地理院が二千七年十二月発行の二万五千分の一の地形図には、竹島の二つの島を東島と、 西島と表記しているが、沖野島町では、資料の調査や聞き取り調査を行い、この島については、男島と決定され、東島については、女島とするとともに、岩礁や湾などの名称を定め、2013年6月に、国土地理院に申請した。最高地点の海抜は168メートルで、女島に比べると70メートル高い。周囲は、断崖絶壁で、 飲料水に乏しく、人の住みにくい環境である。面積は0.10平方キロメートルである。女島よりやや広いが、表面積は女島の方がやや上回る。女島との間の距離は151メートルである。単一の山で構成され、海岸線に沿って多くの洞窟がある。男島は、 女島とともに現代からおよそ460万年前から250万年前の海底火山活動により誕生した火山島であり、水深約2000メートルの海底から噴出した溶岩が降下したことにより形成されたと考えられる。また、岩石と地質構造の分析結果によると、竹島は単一の火山爆発によって形成されたものではなく、 200万年以上の長い期間の断続的爆発と噴火によって形作られたものである。竹島の下部は主に玄武岩質の周海岩であり、上部は素面岩質の周海岩と業界岩が孤層を形成している。男島の西側は深く沈降しており、広い大地すなわち津島海盆が移領島の間に広がっている。1952年、韓国政府は いわゆる、李商版ラインを公開上に設定し、その際に、領土権を主張して、独当の領土表を立て、1954年には、武力要員を常駐させて、実行支配を開始した。現在は、軍に準ずる装備を持つ韓国国家、警察系北警察庁独当警備隊の、武装警察官40名と、東大管理のため海洋水産部職員3名を、 上駐させるなど、軍事要塞化を進めている。また、韓国海軍や海洋警察庁が、その領海海域を常時武装監視し、日本側の接近を厳重に警戒している。そのため、日本の海上保安庁の船舶や漁船はこの島の、領海内には入れない状態が続いている。男島には、漁民宿舎があり、1991年からは、キム・ソンド、 キムジン夜の夫婦が居住していた。ありがとうございます。